コンビ組んでくれてありがとうな。いやいやいや、こっちびっくりや、こっちが。なんで？いや、いきなり誘われたからさ。うんうんうん。いや、なんか同期の、なんか噂で、なんか、俺の悪口言ってたみたいな聞いたから。いや、なんかその、なんか変な噂回ってんなっていうのを知ってて、実は。で、俺もしかして嫌われてんじゃんかな、思ってて。嫌うか。まさか組んでくれって言われたから。いや、びっくりした。ずっと組みたいと思ってて。あ、そうなん、ありがとう。なんかそれがなんかねじれたんかな。なんかみんな言ってて。うん。なんかお前の悪口も言ってるやろ、みたいな。そう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 。変なんか。俺もだからちょっと勘違いしてたかも。うん、いや、全然、いや、では、で、で、で、勇気出して、ちょっと OK してくれたから、逆に良かったと思って。ああ、嬉しい嬉しい。そう。うん、いや、でもネタ考えてて、うん、で、まあ、前漫才やってたんか。やってた。俺も漫才やってたんか。いや、うん、で、今回コントでええんちゃうかなと思って。やってみたいな思ってた。マジでめっちゃ嬉しい。うん。で、ネタって俺書いちゃってええねんな。ああ、全然全然、任せる。いや、ほんで、ちょっとやりたい設定があって、俺、囚人コントやりたくて。うわ、おもろそう。映画とかでさ、うん、新入りが来た時にさ、はいはい、なんか古株のな、囚人がボコるみたいなのあるやん。ああ、はい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 。あれやりたいね。洗礼浴びるみたいな。そう、あのコントをやりたいね。ああ、どうやって笑いどころは。いや、で、うん、俺実は、その、最初、うん、パッ殴った後に笑いとこでボケ考えてて、おーおーなんかアドリブで、もう、うん、はいはい、いい、やってみた。突っ込んできてほしいね。やってみた、やってみた。うん。うん、やってみる。うん。いや、新、入ってきて。入ってくると。おい、新入りか。なんだよ。あ？ほっとけよ。挨拶ぐらいした方がいいんだね。バッ！行って。オッケー。ちょ、待て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 、ほんま、ちょ、ほんまに殴ってるよ。ちょ、待て待て待て。待て待て待て、ほんまに殴ってるよ。ちょ、待て待て、ストップ。ちょ、待て、ちょ、待て、待て待て待て、ほんまに殴ってるやんけ。うん、そうや。なんで。いや、殴るためにお前コンビ誘ってんの。なんじゃそれ。はい、ストップ。お前、こうでもさ、殴られへんからね。お前、周りこういうことすんな、お前。普通に喧嘩しようぜ。普通に喧嘩したら、お前強いやろ。おっと。お前、周りこういうことすんな。やめろ、ほら。殴るために、コンビ誘って、囚人コントやって、ほんまに。まんまと。殴るって、お前、どういうことや。まんまず騙されたな。お前、ほら、なんで。ほら、リード、はや。最初の一発聞いてんな。ほら、あかん。最初の一発で逆転せな。おおおおおおお。なんやねん、マジで。なあ。いって。じゃ、マジお前、なんやねん、マジで。周りくどいね、やってる。あっかいや、きついこと言いそう。ますます嫌いになった。腹立つこと、なんやねん。マジで。なんやねん、このやり方。待てよ、お前。普通に喧嘩しようとやるんやったら。一回コンビ組んでさ。今度入って殴り合うとかおかしいやん。じゃあ普通に喧嘩しよう。周りことやんけ。普通に喧嘩しよう。オッケー。やっぱ、うっら強い、やっぱり強い。圧倒的や。なぜか手でいい。ファイティングポーズも組まれん。なんでやろ。なんでや。なんでファイティングポーズ組まれへんの。なんやこれ。俺が芸人になる前やんちゃしてたことは。何しろ。やんちゃしてたと思われへんねん、このファイティングポーズ。なんで俺これ見たらファイティングポーズ自分はできへんねん。なんでや、これ。あっ、きゅ、あかん。お前、ほんまずるいな、マジで。マジで、お前、大っ嫌い、お前のこと。マジで。あ、おい。あ、反撃タイムそろそろ行きますかね。はい、はい、はい。なんでや。なんで剣後ろ組んでんの、俺。おい。剣後ろ組んでるやん。おい。なんで？ああ、くっそ。おい、しょうがないことすんな、ほんま。お笑いに向き合え、ちゃんと。お前ね、ずっと負けんからな。お笑いに向き合えって。売れてから言えや。今ずっと一人でやってるんですけど、やっぱりコンビ組みたいなと思って、僕とコンビ組みたいっていうやつ、どしどしご応募してください。YouTube で相方募集、新スタイルです。ぜひ読んでください。ピント測ります。ジャルジャルに興味あるやつっていう。あ、ちょ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 。ピント測ります。なんて言うんだろう。こういわゆるサロンのやつとかやってるんですよ、長い間。
でどういうとこなんだって、いやそれこそね、いつも配信があったり、いろんな動画があったりとか、コンテンツがたくさんあったり、それこそなんかこうロケするときに、あのエキストラの方とか呼んでもらうために、あのそういうやつやってんだけど、あまりにも不可解だし、わかんないじゃんどんなところか。だからこういうふうに告示動画撮ってんだけど、これ見たからって安定しろ、よし私ネタサロン、俺ネタサロン入ろうと思わないよね。安定しろ、その感覚が実は正しいんだけど。安定した。ジャルジャルタワー。